リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。本日は9月の21日かな、9月21日のリント日記でございます。この動画が上がっている前日の動画が多分可愛すぎるパッチャンスペシャルで、その前がパッチャンのお耳のお話、ちょっとお耳乾燥してしまってですね、本当に私の落ち度なんですけれども、ちょっと耳の形が変わってしまってっていうところとか、オードが上げたやつだと思うんですけど、あの辺の動画って9月の頭ですね、9月3日とか8日とかに撮ってるやつで、そっからかなり空きがあり、今回まだ動画を撮ってるっていうところでございます。もうちょっといろいろ詳しくはご説明しないです。分かってる方はもしかしたら分かってるかもしれないですけど、っていう感じで、はい、動画をまた新しく作っているっていう状態です。で、今日はですね、TikTok でですね、この間2分ほどですね、それも9月の頭ぐらいに上げたやつなんですけれども、上げた動画で、リント家の飼育環境紹介っていう動画、あるんですけれども、リンクだけ、概要欄に貼っておきますね。で、その動画がですね、2、3万再生ぐらいですね。私がその、この間、この撮影をする前に見たとき、2万1000回みたいな、29点何系みたいな感じで見たんで、これぐらいですね、再生されてました。はい、まあ、よかったらまずそっちも見てみてください。でその時にですね、その飼育環境ってどうなってんのかっていう詳しいのを聞きたい人とかがいて、であそこでは飼育環境特に紹介したのが、ここに何いて、ここに何いるよ、へっへっへみたいな感じで終わってる動画だったんですよ。ということで、まあ、この今回の動画で飼育環境をちょっと詳しく見ていって、であとはうちの子と、まあうちの子っていうかうちの家族と私がどんな関係性なのかみたいなお話をちょろっとできたらいいなーっていうところですね。で、まあ、その子その子にね、実は私の中ではドラマというのがあって、ストーリーがあるんですよ。どういう風な出会い方をしたのかだとか、あとはどういう経緯で私のお家にこの子たちがいるのかっていうところ、まあ衝動的にね、イベントでお迎えしてる子っていうのもいるんですけれども、あとそのイベントでお迎えしただけではなくて、引き取っている子とか、あとは、まあ、野生下からね、捕まえて、うちに来たワイルド個体のタイプとか、あとはご友人からね、お譲りいただいて、うちでっていうところ。まあ、ご友人がね、飼うのが困難になってしまって、ちょっとま、引っ越しだとか、転勤だとかっていうので、じゃあうちで預かるよっていう子だったりだとかっていう子たちもいるんですよ。あとはちょっとうちにハルとウララっていう子がちょっといるんですけれども、ちょっとこう、まあ、その子たちちらっと言うと捨てられていた子を捨て子を拾ってきてっていう形になるんですけれども、その捨て子がですね、ちょっと病気になっちゃってて、その病気の結果いろいろ宿泊して、いろいろやった結果、知り合いの方が退院祝いという意味で、くれた生態だとか、そういう生態とかもちょっといて、いろんな方のいろんな気持ちがあって、うちの家族っていうのが出来上がってるっていう状態なんですね。なので、一匹一匹でエピソードを話していくと、多分一匹一匹のエピソードを全部話すと、多分2時間から3時間は語れます。もう本当に、それから2時間3時間って済まないかな。うん。っていうぐらいの濃密な子たちなんですよ、この子たちって。本当に何かの運命があって、本当に何かの引き合わせがあって、うちに来てるって私はずっと思っていて、っていうところです。細かいところは、度外視しますけど、細かいところじゃない、大まかなことっていうのは話しながら、うちの子紹介していこうかなと思います。まずうち、どんな感じかっていうと、2L2K?2DK? かな?まあ私が今この撮っている後ろ側がリビングになってて、キッチンと、ご飯食べるテーブルがあって、冷蔵庫あったりとかっていう感じで、あっち側にお風呂とトイレとあって、っていう状態なんですね。で、リビングから一歩入ると、リビングから一歩入るとこうなってるんですね。この、蛇腹の、こういう、
カーテンで閉めれるんですけど、これで部屋1個分かれるので、で、こっちが、洋室っていう感じですね。で、こっちが和室って感じで、こっちはもう基本的にコレクションだったりとか、まあ服干してあったりとか、タンスがあったりっていう感じの、その、私のお洋服と、コレクションの部屋になってます。和室ですね。で、ここは、寝室で、寝室で、ベッド、ちょっとぐちゃぐちゃだけど、気にしない。ベッドと、こっちにパソコンですね。動画を編集したりだとかするパソコンがこんな感じであって、で、まあ、動物ちゃんたちのデータ取ったりするときにも、これで Excel でまとめたりって感じはしてるんですけども、で、プラス、まあ、電子ドラムが置いてあったりだとかっていう感じで、で、一区画がペットちゃんたちの場所ってなってます。では、早速、見とこうか。まず上からですね、これ全部自作の、網のケージになるんですけれども、ここは、まあ、ペットマンションみたいになってるんですけれども、このペットマンションの最上階と、次の階が、フクロモモンガゾーンになってます。で、上の方がちょっと小さめで、こっちの方がちょっと高さある感じですね。っていう感じで作っていて、基本的に100均で買ってきたものを、利用してって感じですね。網ケージになっている状態です。では、まず一匹ずつ、チラッと見ていきましょう。ここは、うららちゃんがいるところ。噛んじゃった。うららちゃんのいるケージになります。うららちゃん今、あの中で寝てますね。多分、うららちゃんは今起きないかな。うらら。うらら、顔出してみて。顔出すかな。うらら。トントントン。うららちゃん顔出すかな。うらら、あ、うらら気づいた。あ、顔出した。あ、ごめんね、起きたから。ちょっとジクジクちゃんですね。はい、この子はホワイトフェイスの子になりますね。うららちゃんで、うららちゃんのケージは、こんな感じでおもちゃがいろいろあってっていう感じですね。あのポーチに入ったりして遊んだり、あそこのなんかケースカゴみたいなとこね。コンセプトが一応ここあって、ここの部屋はね、ミニーちゃんをちょっと多めにしたピンク系で統一させていただいてます。ハルとウララはですね、まあ、ひょんなことからちょっとうちに来た子で、ちょっと病気もしてしまったりっていうところで、あんまり事例の少ない、エンセファリトソンっていうウサギちゃんがかかっちゃう病気、うちウサギちゃんいなくてですね、この子たちがうちに来た経緯っていうのがですね、ちょっとこの子たち捨て子だったのもありまして、おそらく前の飼い主さんのお家でウサギちゃんを飼っていて、であんまり環境が良くなくて劣悪な環境だったんじゃないかと言われてます。大きなところまでは知りません。で、病院に行って、実はこのうららちゃんがですね、その下半身不随という形に一回なってしまったことがあり、急に来たんですよね。で、それで、病院へ連れて行き、いろんな事例っていうのを確認して、まあ、うちに来た経緯からエンセファリトソーンになってる可能性があると。まあ、エンセファリトソンっていうのはですね、神経系に、影響を及ぼす、タイプの病気らしくてですね。すると、まあ、下半身の不随だとか、あとは首が斜めになってしまったりだとか、いろいろ起きるらしいです。うさぎちゃんでね。で、それにかかってしまったんじゃないかっていうお話から、まあ、ちょうどですね、そのタイミングで海外での事例が結構発表されてたらしいんですよ。で、獣医師さんが、もしかしたらって言って、その信頼されて、させていただいている獣医さんが、エンセファリトソーンとしてちょっと見させてくれという話で。で、少しだけ、預かっていただいて、ウサギ向けの薬なので、ちょっと強いんですよ。まあ、ウサギちゃんって、袋ももんがより大きいじゃないですか。なので、そのまんま丸々あげると、薬の方が強いんで、変な副作用が出る可能性があるっていうので、なんていうんだろうね。薬のあげ方っていうのも、ちょっと僕にやらせてもらってもいいかなって言われて、ちょっと、急に初心者の方がやる、詳しくない人がやると、あげすぎになる可能性があるからっていうので、春もうららも、1ヶ月半ぐらいかな、扱っていただきました。で、その後帰ってきたら、うららちゃんに関しては、
自己自己チャレンジとなってしまいます。結構その時慣れてたんだけどね、多分病院にいた時に怖くなっちゃったのかな、そんな感じです。はい、っていうのがうららちゃんで、次にこっちにいるのがはるくん。はるくんはですね、そのエンセファリットソーになってる時に、この子は視力が低下してしまったみたいなんですよ。で、目の前に映るものがちょっと怖くって、近すぎるとこうびっくりしちゃう。そして威嚇するっていうタイプだったんですけど、病気が良くなって少しだけ視力が回復したでしょうね。甘えん坊になりました。目の前に物をやっても、たまに自己自己言う子ではやっぱりあるんですけれども、それでも慣れた子ですね。多分近づいていくって、マシュマロを目の前に持っていくと、この子来るタイプの子ですね。警戒心はね、やっぱりちょっと強めかな。あ、病院行ってるからね。はるくん。はるくん。これマシュマロ。はる。今違うの食べてるから来ないかもね。あれ、どう、いる？これ、ある、今違うの食べてるからちょっと来ないかもね。モニ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 言ってるもん。ある、ある、あるよ、ある。あれ、何食ってんのお前、そんなにうまいもん食ってたっけ。何食ってる、なんかすげえモニモニしてんね。なんかそんな美味しいもの食べてたっけ。え、普通にあれじゃないの、桃セレじゃないの、あった、桃セレとなんかのブレンドじゃないの。そんなに美味しいもの食ってた。ほれ、それもうミルクないよ。あと食べたから、あとちょっと先飲んだから。すぐ行くね。奪い取ったらそこ好きね。知ってたよ。はい、という感じのハルくんですね。こっちはどっちかったらね、ミッキーをちょっとモチーフにした感じ。あそこがちょっとミッキーになっててって感じで、青系で統一してます。で、こっちはね、足が悪かったので、一時期床置きにしてたポーチの三角形のポーチを使ってて、こっちは特に三角形とかじゃなくて普通のポーチ使ってるっていう状態になりますね。はい。で、次に、ギョロメちゃんとハロくんですね。はい。出てこないね。ハロくんが粒子の子。で、ギョロメちゃんが、普通のノーマルの女の子になります。ギョロメちゃんってモンスターズインクの、ギョロメちゃん、マイク・ワゾフスキーから取ったものになるんですけども、ここは夫妻ですね。ここもね、語り尽くせないぐらいいろんなことがありました。まあ、ただ、ギョロメちゃんが一番最初にうちに来た子ですね。で、まだ自己自己ちゃんなんですけど、はっきり言うと私が自己自己ちゃんのままにしてます。おそらく、接し方を私の方でよりガンガンね、触っていけば、ただあの子ベタ慣れになると思います。なんだけど、その最初から来た時のそのジコジコちゃんがね、可愛くて、本当に可愛くて、その挨拶代わりのジコジコちゃんがね、私は好きなんです。なんでこの子はわざわざ性格をね、少しベタベタになるぐらいまで変えようかなっていう気持ちはないです。最初は本当にジコジコ怖かったし、噛みつくタイプの子だったんですけども、もう今は噛みつくなんてことはないんですよ。挨拶代わりの自己自己なんです。割とケージとかパッて開けたりとか、近くで大きな声出した時とかに自己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 っていう感じなんですよ。で、今はピョンって飛び跳ねてどっかに行ったりとか、あと脱走してみようとかっていうところはなくて、全然問題のない子ですね。自己自己言うだけ、ただ言ってるだけの子で、ハルくんはね、すごい誰にでもね、優しい、真摯な男の子ですね。で、その真摯な男の子なんですけど、最近はですね、他の男の子、それこそハルくんとかですね、隣のケージにはパッチちゃんっていう子が入ってるんですけれども、ちょっと男に一回目覚めてしまったのがですね、ギョロメちゃん以外にはですね、結構低い音で、ジゴジゴジゴ、
ゴド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 ゴっていうようになりました。うん、多分完全にギョロメちゃんを守ってますね。ただ基本的にベタ慣れです。私に慣れてマシュマロを出したら出てくるタイプの子なんで。ただ今は夫婦で寝てますね、あん中で。ハロー、ハローはね、多分ねこのケージ開けると出てくるの。理由はね、何かくれるかもっていう意識が強いから。あいつは、あ、ちなみにケージ開けながらなんですけど、ハルくんはですね、脱走癖がすごいあります。こいつ脱走癖があるからね、ケージのくっつけ方を変えました。もう完全に隙間が出ないような形。前ねちょっとだけここに隙間が出てたりとかして、そこの隙間から一気に脱走されたんで、脱走癖のある子で、多分触るとね泣くと思う。あ、キョロちゃん泣かない。ほれ、箱の子ハロくんです。旦那さんですね、キョロちゃんの。キョロちゃんは今のこの調子でいくと事故事故って言わなかったから、少しこっちの方からやれば出てくれるんじゃない。キョロちゃん出といて。はい、この子がうちに初めて来たフクロモモンカちゃんですね。ギョロメちゃんは本当にいろいろあって、全部を一緒に乗り越えてきましたね。本当ね、ギョロメちゃんのおかげで私がどれだけステータスが上がったか、どれだけ動物の研究というのとね、日々のそのフクロモモンガってどういう感じなんだろうっていう研究をしたことがところです。で、次にこちらがパッチですね。パッチちゃんはですね、もともとパッチちゃんという子がうちにいたんですよ。ノーマルの女の子なんですけども、この子は2世になります。で、理由がですね、ちょっとあまりにもビビッと来てしまって、顔がそっくりだったんですよ、対応も。あれ、ここじゃない、あ、まさかのそっちにいた。どうも。顔とか仕草がですね、その初代パッチちゃんと同じで、とあるイベントでねちょっとお迎えした、まだ一番最近来た子なんですけれども、この子はですね本当に、ちょっとごめんよ、一緒に出ていいかい。よいしょ。あんまり怒らないんですけども、この子はですね、仕草もやることも顔もほぼパッチちゃん一世が転生してきたと私は思っている子になります。めちゃくちゃ可愛いの。で、今寝起きだから、おやおや、こことこかしら。でね、この間動画でも挙げた通り、この子ね、耳乾燥しちゃってね、先端取れちゃったの。巷ではなんかですね、蛇に噛まれたんじゃねえかみたいな言われ方ちょっとしてるのを見ましたけども、違いますよ。蛇に噛まれても、噛まれたんだったら、もっと悲惨な耳のなくなり方多分するんで。あ、入っていいよ、ほら。いいよ。入んな。入んな。ほら、入んな。乾燥してね、耳がね。なくなってしまう。本当、私的には悪いことしたなと思いつつも、飼い主視点でいくと、耳の形ただ可愛くなったんです、丸耳 で特に変なバランスの耳ではなくなったので、乾燥はねちょっとしてしまったのをうまくやってあげられなかったんですけども、なんかいろいろ話を聞いていくと、乾燥だけじゃねえんじゃないかと。私がお世話になっている方でね、モモンガの第一人者の方とかもいるんですけれども、その方に直接聞かせていただくと、細かい隙間とか袋モモンガは入るのが好きだから、耳が擦れてそれで先端の部分がカサカサになっちゃった可能性の方が高いと。で、なんかそういうのでなくなっちゃったんじゃないかなっていう話をされました。あとは耳に関しては、先端ぐらいがポロッと取れても、見た目不格好だったりするけど大丈夫だよっていうのも全部教えてくださったので、そんな見た目不格好にならなかったんで大丈夫ですって感じですね。パッちゃん2世は本当パッちゃん1世にそっくりすぎる、この子。
もうね、仕草もやることも、私に対する対応も、もう本当にこの子はそっくり。っていう袋ももんがでございます。最近はですね、うららちゃんは、ちょっと高飛車なお姉さんですね。ちょっとツンデレなんですよ。デレデレしてくる時もあるんですけれども、嫌な時は嫌だっていうのがしっかりしてる子ですね。で、はるくんは、甘えん坊な弟って感じですね。え、どこ行くの？俺も行くみたいな感じでついてくるんです、この子たちって。で、ハロはですね、なんか私の中で男友達です。しょっちゅう遊ぶタイプじゃない、久しぶりに会っても、おう、久しぶりみたいな感じで言えるタイプの男の友達っているじゃないですか。あんな感じなんですよね。で、なんか、特に関係性がずっと変わらず、おう、来たんかみたいな感じの雰囲気で一緒にまあ遊ぶみたいな。で、ギョロちゃんはその友達の彼女って感じです、本当に。だから、彼氏には心開いてるけど、ちょっと、彼氏の友達にはあんまりっていう感じの、ちょっとよそよそしさがね、感じます。一番最初に来たんだけどね、うちに。一番最初に来たんだよ、こいつ。ギョロちゃん。いろいろ一緒に乗り越えてきたはずなのよ。それでいくとね、いろいろ一緒に乗り越えてきて、ハロ君迎える前から一緒にいるんだから、なんか、むしろ言うなら私の彼女みたいな感じになるはずなんだけど、だからね、最近の雰囲気は友達の彼女。最初は女友達だったのかもしれない。うちに来た時にはね。なんかそんな感じ。で、タッチに関しては、こいつ多分自分のこと人間だと思ってる、割と。本当に。で、人間で、多分私の妹的な感じの雰囲気的に。私も行くよーみたいな感じで、連れてってーって。でも、なんかね、飽きたら、あ、もういいわ、みたいな感じの妹。ちょっとツン、ツンまでいかないかな。デレツンみたいな感じかな。デレメイン、ちょっとたまにツンみたいな感じの子が、パッチ。本当にね、他の動物も、まあ、個性がないわけじゃないんだけど、クロモモンガの個性はやべ、こんなに個性あるんかと思って。っていうところのご紹介ですね。じゃあ次に、サンショウウオとイモリ見ていこうか。はい、サンショウウオとイモリ。もともとね、モノちゃんとクロくんっていうこと、そして、カルとローと、ルフっていう形で、沖縄シリケイモリが3匹。そして、サンショウウオが2匹、エゾサンショウがね、2匹だったんですけども、で今現状、エゾサンショウが1匹、そして、シリケンイモリが、3匹のうち、2匹になってます。理由が、まず沖縄シリケンイモリの1匹は、沖縄シリケンイモリをね、ちょっと繁殖させてる友達から、譲っていただいた子たちなんですけども、ちょっと遠くに住んでた、ですよね。遠くっていうのが、まあ、北見の方なんですけれども、北見の方に住んでいて、でそちらで繁殖させてて、うちに郵送で送ってくれたんですけど、もう郵送のタイミングで1匹ちょっとどうしても弱ってる子だったらしくって、もしかしたら着いたらダメになってるかもって言われちゃって、でうちに来て2日もしないで亡くなっちゃいましたね。来たタイミングからまずちょっとこの足の根元の部分がですね、ここに今、君どっちだい？君の尻尾のその感じからいくと、君はロウくんだね。尻尾が短いんで、あっちが尻尾長い子なんで。で、あっちの尻尾の長い子が、カルちゃんですね。見せてわかるかな？あんまり触るとね、あんまり、触られ慣れてるタイプの子たちじゃないんであれなんですけど、こっちの方が尻尾短いですよね。で、太くて短いですよね。はい。太くて短い方がオスなんですよ。で、細くて長い子がメスなんですよ。こっちの子の方が、わかりますか？長いですよね。で、先端細いですね。危ないよ、君たち。っていう感じですね。で、来たタイミングから一匹ちょっとダメな子がいて、その子がルフっていう名前だったんですけども、名前の由来はですね、カラフルっていうところから取ってます。まあ、この子たち、沖縄シリケンイモリって黒とオレンジに金の、金箔模様みたいなのがついてて、
そういうのもあって、まあ、カラフルでモノクロっていう名前なんですけど、山椒はそれについになるようにっていう形でカラフルをちょっとこう並び替えて読み替え替えてみたいな感じでカルとローとルフでうまくこう組み合わせてカラフルっていう風になるように名前を作ったんですけど、ただ一匹の子がねやっぱり亡くなってしまってっていうところでこんな名前にこんな名前ではこの子たちだけになっています。でモノと黒なんですけど、これはですね私定山県の方である方と一緒に、フィールドワークという形で行ってきて捕まえてて、もともと実は3匹いました。その時はモノと黒とセピアという形で、まあ黒系ですよね。でセピアに関してはちょっとだけ色がね薄かったんです、真っ黒じゃなくて。今沖縄シリケンイモリのこの尻尾のこの辺にいますね。あそこに映像参照がいます。木の下ゆったりしてる。映るかな。あ、映った映った。わかるかな、これこれ。はい。で3匹捕まえてきたんですけれども、うち1匹の男の子セピアがですね、とあるちょっとペットというか動物を展示しているね、まあ動物園的なところに今います。理由としてなんですけど、その、まあ、その園内って言ったらいいのかな、園内でですね、山椒魚の繁殖等もしてるらしいんですけれども、いろいろ確認すると男の子がゼロだったと全員メスだったというところで、セピアを譲ってもらえないかというところで、ああもういいよと言ってお渡ししました。そしてモノちゃんなんですけども、急にですね金箔模様というか金箔ラインっていうのが出まして、なんだこれってなって、でよくよく見ると前足と後ろ足がエゾサンショウの本数とまだ違って、で、まあ、ちょっと見ようか。よいしょ。ちょっとサンショウ、エゾサンショウちゃんがどうぞ出ておいて。ちょっとね、この子ずっと細い子なんですけども、はい、こんな感じ。後ろ指がですね、エゾサンショウって5本あるんですよ。で、先端の指が4本なんですよ、この子たちって。そういう風にできているんですけれども、1匹いた子が両方とも指4本だったんですよ。で指4本で北海道にいる可能性があるのが北山椒魚という山椒魚なんですよね。でエゾ山椒魚と北山椒魚ってそんなに似てないはずっていうところだったんですけども、もしかしたら多種族でも山椒魚ってこう近親の近いものっていうところで別種族とも繁殖が可能なんじゃないかって言われているみたいなんですよね。ちょっとごめんなさい、詳しくは私もわからないんですけど、で北山椒魚が実はその環境下のどこか山にもいたのかなと、一応札幌市で北山椒魚が見つかったっていう事例もなくはないと、まあ、北山椒魚自体が北海道にいて、まあ、メインの場所っていうのは釧路湿原とかなんですけども、もしかしたら交配して生まれたのか、もしくは最初その装いっていうのが外に出てこなかったのか、遺伝子上のものがは、まあ、ちょっとわかんないんですけど、まあ、研究対象としてそれも施設の方に行ってます。で施設の方で、調べた結果、今のところこいつは北山椒魚だと。で北山椒魚だと一般人は飼育することができないということで、飼育というかその施設の方で扱ってもらってるっていう感じですね。でまあ中身はこれ、ね、ワインセラーをね思いっきりがっつり改造して、ワインセラーの奥のファンの部分とかに変に指入って、なんか指なくなっちゃわないようにって感じでいろいろね、あそこにくっついてるでしょ網がね、はい、っていう状況で育てて、てで変な隙間も入らないように隙間にこういう風な感じでね板入れて変なところ入らないようにはしている構造ですね。であとは苔を設置して、苔リウムっていう感じ、苔リウム兼エゾサンショウを、沖縄シリケンイモリの飼育環境って感じですね。不思議なのが
この沖縄シリケンイモリ、どちらかというとエゾサンショウウオのケージの、飼育環境温度に近い設定にはしてるんですけれども、すげえ元気なんですよ。でちょっと暑いとだなんかだるそうにしてたりするので、本当にお前ら沖縄で育ってるんかってちょっと思うぐらい、あの暑いの弱そうです。まあ沖縄の場合だとあれなんだろうかな、標高の高い山とかそういうところに野生でいて、結構日陰だったりで意外と涼しい場所にいるのかな、沖縄にいる場合なのか、逆にこの子たちは高温も一応いけるし低温も問題ないよって子なのかなって。なんかね、この温度感だとね、こいつら元気なの、すっごいシリケンイモリたちが。一応ねこの子たちもっていう感じでございますね。では次がですね、じゃあロペとルフですね。はい、ルフはですね、いろいろ名前を考えた結果、このこっちにいたねルフちゃんっていうのがいたんですけども、そのルフちゃんを継承しようかなというところで、しかもこの子もね結構カラーリングの綺麗な子だったので、ルフっていう名前を継承してルフになりました。なので元々の名前はあのシリケンイモリの一匹ね亡くなっちゃった子の継承にはなるんですけども、あのルフはルフです。まああとは R から始まるものにしようかなと思って、もう片方がロペっていう名前なんですよね。で一応こっちケージあるけど、このケージはなかったらもいません。あのここが夫妻なんですよ。なのでいつか子供が生まれたらそっちに入れたいなっていうところ、和風な感じにしてます、ケージのレイアウトはね。ちょっとだけ失礼するよ。はい、どうぞ。奥にいる子、ただのマックスノーの子ですね。この子は、マックスノーの子がロペ様です。高貴なる存在って私は呼んでますけど、ロペ様です。ちょっと気品にあふれるね顔しておりますね。あんた綺麗だけど、もうそろそろ脱皮か、これちょっとくすんでるな。もうそろそろしたらあんた脱皮か。この子ほぼほぼベタ慣れですね。たまーにびっくりする速さでシュ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 っていなくなるけど。はい、で次にこっちが、マックスのトレンパーの子ですね、のメスのルフでございます。まあ、名前が継承した子でございますね。ルフ様でございます。この子も高貴なる存在ですね。ほんと美しいよね。レオパってなんでかわかんないんですけど、私の中ではこいつらすっごい気品が溢れてて、あの本当にもう気品まみれの子たちですね。綺麗ですよね。まあうち普通のあのよく言われるヒョウモントカゲモドキの色って言ったらいいんですか、あの黄色タイプのね、そこにブチ模様っていうね子は実は一匹もいないっていう状態。マックスノートレンパーだし、こっちに関してはマックスノーだし、で夫婦で今生活をしてもらってます。この子たちは本当仲良しですね。そのシェルターのね中は違うのよ。そういうところに入んない、中のシェルターに入んなさい。そっちでもいいや。はいはいはい、そっちでもいい。ちょっとあの和傘だけ入れさせて、あの君たちの部屋に私はお似合いだと思ってる和傘だけ入れさせて。はい、こんな感じのケージでございます。まあ、ここはねこないだ一回放卵してたんですよ、ルフの方が。で、あ、生まれるかもって思ってちょっと様子を見て生まれたんですけど、卵が結構しぼしぼで飼えなかったですね。ダメでしたね。ちょっと
もうちょっと管理部分をね見ていきたいところでございます。あれしぼしぼじゃなかったらいい感じだったんだけどね、気づいたのが遅かった可能性があるね。はい、で今ちょっと避けてこっちに持ってきたんだけど、こっちの子がごめん危ないね、セーブシシバナヘビのサナちゃんです。サナッチ、うちのアイドルですね。あそこにいますね。今多分寝てるね。いいだけ遊んでたからな、この間な。この間ってさっきな。ちょっと上のところを開けて逃げようみたいなこともちょっとしてるだし、あそこのケースの角にね、頭をこう、コス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 して、出れねえかなってやってたから、あれですけれども、うちのアイドルのサナッチですね。どうやったらいいけどな。こうやっても狭いんだな。あ、出てきた。サナッチ気づいて出てきた。サナッチも、自分を人間と思ってる節があります。こういう風にいろいろやってると出てくるんですよ、自分から。で、私の手のひらが大好き。私の手のひらを、バスキングのスポットというか、そのあったかいゾーンと捉えてるのか、手を入れているとですね、手に乗ってきます。で、手の上で温まって、丸くなって寝るっていうタイプの子ですね。で、この子は本当にベタ慣れで、急に誰かを襲うなんていうこともないしっていうタイプの子ですね。一応メスの子にはなるんですけれども、今本当にその巷で言われていることとかが本当か、ゲップが出ちゃった。今言われてることが本当かどうかわからないんですけど、ケージの大きさに合わせて成長速度が変わるっていう話を聞いたんですよね。なのであえて小さいケージにしてます。女の子って大きくなりやすいんですよ、セーブシシバナヘビって。なのであなたのケージはこれ以上大きくならないんだぜっていうことを伝えつつ、そのサイズで収まるように育っていってくれるのかどうかっていうのの実証実験もしております。まあ、あまりにも本当窮屈になるぐらい育ち始めたらケース変えるとは思うんですけども、今はこんな感じで、この子はね、イメージ的に夏っていうイメージの子だったので、ひまわりのね、造花とかこういうねハンモックみたいなのを入れて、ベンチチェアかな、ベンチチェア、あれです、海岸で使う、海岸ビーチで使うやつみたいなのとかね、でなんかちょっとおしゃれっぽい感じのやつにシェルター入れてみたいな、はい、そんな感じですね。こいつはねほぼほぼ自分を人間だと思ってる節がたまにあります。マウス見せるとね、マウス食べるんですけど、ただそう、こいつこの間実験して気づいたことがあって、トカゲちゃんって熱いお湯とかでね戻したものを、まあ、基本食べるんですよね。でその温度に反応して食べるんだけど、こいつね多分匂いで食べてます。餌の匂いで。この間まあ、人工飼料にならそうと思って、その、まあ、マウスをね解体して、マウスの体液を人工飼料にくっつけて、で人工飼料うるかして食べさせたんですけど、人工飼料がね水吸ってる状態で、それで食べてはくれたんですけど、美味しくなかったのがリバースしてました。途中まで食べた後に戻すっていうことをしてたので、あお口には合わなかったのねと。ただ匂いで多分食べれるものだと思って食べたんでしょうね。でそれを見た時に、この子人工飼料にならすのは無理かなと。ただマウスの匂いは分かってて、餌だって認識をしてて、この間たまたまマウスをね指で、まあ、私結構素手であげるんですよ、この子たち。この子たちがサナちゃんは限定でね、危ない子じゃないし、この子と私の信頼関係もすごいあるので、普通に手でこうやってマウス入るぞってあげるんですけど、マウスを触った後の指がここで、私親指と人差し指で触るんだけど、ここにね多分マウスの匂いついてんのよ。でその指についたまんまだからか、一回私の指をうわあむってされて、
で、あむってしたんだけど、途中で口外して、ごめんっていう顔してたんだけど、こいつ多分ね、匂いですね。この間冷たいマウスもあげたんです。解凍しただけのマウス。その後、温かいお湯に入れないで試しにやってみたら、それでも食ったから、こいつは完全に匂いでご飯を認識してますね。それが面白かった。ちなみにそう、餌で言うと、こっちはね、赤虫ね。この辺はまあ、普通の、モモンガセレクションとか、そういうフードとミルクとって感じなんだけど、ここはね、赤虫と、肉食魚用の、キャットと呼ばれる、ヒカリクレストさんから販売されている、餌を使ってます。で、そっちをメインで本来私は食べてほしいんですけど、なかなかまだ餌付いてなくて、やっぱ赤虫最強だわって感じ。あとはたまーにわらじ虫ですね。はい。わらじも結構食べます。ただ、ちょっとわらじがですね、繁殖最初頑張ってたんですけど、ひょんなことで急に全滅したりしてて、ちょっと私、虫の管理が苦手らしいです。難しいね。コオロギも一回繁殖させようかなと思ったけど、コオロギもやっぱり共食いしてしまったりだとか、子供と親の管理のこう仕分けっていうところとかで、ちょっと苦戦してしまってやめました。で、まあ、デュビアはね、やってみてもいいかなと思ったんだけど、デュビアのその、飼育というか、繁殖の環境作りがまだできてなくて、繁殖の環境作りしてからなのかなって私は思ってます。なので、うち行けないんですよね。ただ行けないんですけど、みんな生きてるんで、で、みんな、ちゃんと餌は食べてるので、っていうところですね。で、この子たちなんでレオパゲルにもう慣れちゃったから、レオパゲルちぎって見せると食べます。すごい食べる。しかもそのレオパゲルに関してだけで言うとね、袋もモンガもね、食う。だから動物性のタンパク質を与えたいってなった時には全然レオパゲルこいつら食う。あれカルシウムも入ってるからね、ある意味完全栄養食ですよ。あ、ちなみにレオパゲルはこれから紹介するサバンナモニターもたまに食います。なんかレオパゲル強えなって思いながら、ただレオパゲル安くはないからねっていうところ。レオパゲル多分唯一食べないのはこのセイブシシバナヘビと、ここのシシリケンイモリと、ただ山椒だっけですね。はい、って感じです。サナッチはまあ私威嚇されたことも攻撃されたことも何かに噛みつくっていうこともなくっていうところですね。ほんと私との信頼関係、私はだからサナのことを嫁って呼んでて、でそしてパッチのことを娘って呼んでるんで、娘と嫁はね、なんか結構仲いいんですよ。びっくりするぐらいに、だからびっくりしてます。で、次が、サバンナモニターのサニーくん。サニーはね、ちょっとね、まだなかなか大きくならない子ですね。まだ全然手のひらサイズ。で、あっちにシェフィーがいるんですけど、手のひらには乗るけど結構でかくなったね。こっちはね。で、この子たちはだいたい鶏肉か、モニターフィードをあげてますね。奥にいるシェフィーはね、モニターフィードを全然バクバク食うタイプなんですけど、こっちがね、モニターフィードを口に加えた後吐くんだよね。なので、鶏肉にしてます。カルシウム剤、マルベリーのカルシウム剤混ぜて食べさせたりっていう感じで食べさせてるんですけど、そんな感じになってます。まあ、ここはね、基本的に、バスキングライドがこうやってあって、なんだっけサングローだったっけ、名前忘れちゃって、両方いけるやつ、バスキングスポットにもなるし UV も出るよっていうタイプのやつを使ってます。名前忘れちゃった。とあそこにヒーティングトップか、お上に置いて、あっち側も空気だけ少し温めるようにって感じですね。で下にこれもともとうちに袋、ハリネズミかがいた時に使ってたパネルヒーター引いてます。だからここだけね、下もパネルヒーターであったかいで、上からこうやってね、石とか木とかが温まってるよっていう環境作りですね。まあ冬もこれで越えれるような形になってます。みんなちゃんとヒーターとかで、ね、ここに入ってヒーター入って、ここもヒーター入って、あそこも奥にひよこ電球のヒーター入って、こっちはここにね1枚今壁があって、真横全く見えてるとちょっとハロ君がね威嚇をするんだよね、パッチに。だから物
モザイクボードじゃないけど、そんな感じでボード入れてて、でこっちはあそこにパネルヒーターを1枚入れてるので、あそこから暖を取れるっていう感じね、にしてあって、よいしょ。こっちはあら出てきたの。かわいいね。こっちもあそこにヒーターがあって、こっちは特にあの隣同士喧嘩しない子たちなので、特に入れてないんで、あれ1個で両方温めるみたいな感じになってますね。あで下がね、あのペットシーツ引ける空間作ってあって、こんな感じでこっちもねになってるっていう感じですね。で他のところがこの辺に餌入れ場があって、トングとかその辺ですね、水差しとかいろいろあります。まあ餌作る時とか、あとこれでいくと、これコーヒーとかの豆を測るやつだったはずだけど、これもあのサナッチのうんちをこうすってすくい上げるように使ったりとか、ピンセット足り、あそうか、今洗う場所に置いてるわ、あの洗面所に置いてるわ。まあここにね、いつもあのこのメーカーさんのねやつのあの黒いピンセットあるんだけどね、それを使って餌あげたりっていう感じで餌あげてますね。あとはあの湿度がね高く、あの低い時があるから、湿度保つのにこの子たち用に霧吹きで、この霧吹きはあの苔にも上からシュッシュッシュッってやるのに霧吹きで使ったりとか、であそこのあるお湯水が汚くなったら一旦このバケツに入れて、でここにあるこの水を上からジャーって入れて水取り替えたり、であそこの水もあのこれワインセラーね、ここに水溜まるんだよね。そうで今水溜まったやつこうグッグッグッってやると、ほら水垂れるでしょ、ほら垂れるでしょ、あ、まあ、垂れた水が下に行くようにしてます。である程度こうやってね揺らして水取り出した後に、この床のここの部分を外して、またそこをタオルで拭いて水をなくすんだけど、そのためにあのバケツを置いてます。なんであの汚染水があそこに溜まります。である程度汚染水が溜まったら捨てるって感じ。なのであそこのそのお水入れもね、あのうんちとかで汚くなってくんで、汚くなったら一回入れて、で汚くなったやつを新しい水入れてとか、でこの辺はあのモモンズのねミルク作る時に使う水差しと、どうしても水がね干上がっていくので、この子たち の, あの奥の水辺のところに水差して入れたりとか、あとはこの飲み水もなくなってくるんで、なくなったらこういうところにこうやってね水入れて、はいはい、こういう感じで水の補給したりです。あ、水の呼吸じゃないよ、水の補給だよ。はい、感じかな。でここにあのペットの拭くやつ置いたり、あとは体重測ったり長さ測ったりですね。でここにあのモモンガちゃんたち用のね替えのポーチをつけるため用のクリップあったり、であそこにモモンズのいっぱいあるね、ポーチね、ポーチありすぎじゃね。があったり、でここは隔離するためのね、あの様子見たりとか病気してないかとかっていう時にちょっと隔離するように使うプラケース。ただサバンナモニターがね結構でかくなってきたから、サバンナモニターを隔離する時にはちょっとちっちゃいかもね、あのシェフィーちゃん入れる時には。これあたりはほんとモモンガちゃん専用だね。あのただモモンガちゃんね、このチャックの開け方を覚えてる子もいるからね、ちょっと油断はできません。これほんとなんか爪切りの待機とかの時にねここに入れます。爪切りの待機はですね、全員一回出してあの入ってくれたらもうポーチに入れるんですよ、爪切りとかする時に。あの辺のまあその時にあるポーチどれでもいいです。入れて一匹ずつ爪切りするんですけど、暴れて出てくることいるんがあるんですね。まあ爪切りあんまりされるの好きじゃないでしょうっていうのもあって、その瞬間にあー出ないねってなって、こんなこのケースに入れたりとかプラケースに入れたりみたいなことをしてますね。でこの毛布はあのほぼハロ君専用です。ハロ君ポーチに入れたままあの爪切りできないんですよ。あの
ポーチ越しから思いっきり噛んでくるので、でしかも爪だけ出すっていうことがちょっとあいつ力が強くてですね、ハロ君だからそれができないんで、ちょっと申し訳ないんだけどこの毛布で上からかぶせて頭の部分ヘッドコントロールでとあの押さえて、その状態で指だけ出してパチパチパチンってやって、あのそれを全部やるのね。だからね、頭動けるような状況下だとあの思いっきり噛まれて、しかもこの結構慣れた子なんですけれども爪切りだけが大っ嫌いで、爪切りの時は容赦なく思いっきり噛みます。風穴が開くレベルで噛むので、あの毛布で上から押さえて、頭のヘッドコントロールしながら爪切りをするっていう感じ。他の子はね爪出すだけでいけるんですよ。あのうららちゃんとかもね、あの他の子は本当にポーチに入れて指だけ出してパチパチパチっていけて顔が動くような状況でも問題ないんですけど、あのこいつだけは顔が動くような状況だと、あのポーチを貫通して指を噛むっていう、まあ私何回流血したかっていうことなんで、それ痛いんですよ結構ね。一回血出た後だとね、他の子の爪切り難しくって、あの爪切りの順番的にもハロ君最後にはなるんですけども、基本はそれでもね噛まれる恐怖心がちょっとだけあるからやらないようにしてます。で次がここがペットシーツがこんな感じで保管してます。であとはこの辺に餌ですね。さっきマシュマロあげてたけどマシュマロは上、ここに一応これ台を置いてて、汚染水が入ってないことを仮定してですよ。汚染水ないときはあのバケツに各ケージから全部食器出して、であのバケツごと持ってってあっちで洗って、で洗ったやつ持ってきて、でここで、でここね奥に電気がこう来るようになってて、もう電気つければ見やすいん でここであのご飯の用意ですね。ミルク入れたりお水入れたりとか、ミルクがここにあって、まあ、こっちはサバンナモニターとかね、カルシウムのマルベリーとかね、あとさっき言ってた光クレストのキャットとかね、あと奥にカルシウム補給用に買ってある水あぶね、レプタイルワームズということで、はい、カルシウム補給用の乾燥水はあぶですね。であとは私のオリジナルブレンドの餌がここに入ってます。あのかなり乾燥剤がっつり入れたあのやつですけれども、はい、基本的に何だろう、桃セレとお野菜とかいろいろ、まあまあ本当にいろいろ混ざってます。うちはあの専用で私が作ってるやつになります。私はこれで全然皆さん食べてくれるんでこれにしてます。ただね、ちょっとひまわりの種混ぜたんだけど、ひまわりの種がね食べる子と食べない子がいてね、あと与えすぎると脂肪分が多いんでね、餌入れる時に入れた後にひまわりの種をちょっと抜くっていうことをやってて、ひまわりの種混ぜなきゃよかった問題がね最近ちょっと浮上しております。まあでも混ぜてしまった方は仕方ないってところでございますね。でこっちが、カヤンポならぬ押し入れんぽですね。押し入れんぽするときはこの辺のやつを奥にガーンってやって、でこの辺もねあるのもこう畳んだりとか上に重ねたりっていう風にして、一緒に私も入ってここで押し入れ散歩するんですけれども、古い電子ドラムをステッパーとしてね、あいつらもうあれなんですよ、この電子ドラム接触不良を起こしてて叩いても音出ない、あのドラムになってるんで、もういいやと思って、なんで今あのヤマハのねこっちに電子ドラム置いてるんですけれども、あれヤマハじゃなくてね、あの島村楽器で売っててあんまり安くないやつかな、ジョグなんちゃらだがっていうやつ。まああれでも楽しくねドラム叩けてたんですけど、あの限界を迎えたんで完全に蚊帳というか押し入れの散歩用に入れてます。あとはなんかこう紐がこうあって、であそこのハンモックで休みたい子もたまにいるから、ハンモック置いてあそこでね寝てる子もいます、あの散歩疲れたら。であと私が使うクッションが2つみたいな感じの押し入れですね。で基本的に押し入れ危ないものはなくて、たまにねここからジャンプしてこっちに行こうとする子は行くんだけど、それは一緒に見てるから、変なところの上のところに行こうとした時には行かないでって私がよくやってます。
飼育環境としてはそんな感じですかね。であとはもうみんなの性格を把握して、あの私はいろんな統計データを取ってて、あのサバンナモニターとレオパードゲッコを合わせたりとかもしたときに攻撃的かどうかっていうのをちょっと確認しておくんですよね。で、例えばモモンガちゃんとサバンナモニターをとか、あの顔合わせだけですよ。本当手に握ってグッて両方とも出して、でもうこの時点で攻撃行こうとする子っているんですよね。あのこっち袋モモンガちゃんでこっちに例えばサバンナモニターいたら、あのもうこの時点で威嚇を始めるっていうこともあって、もうその時点で、あこの子たちは頑張ってまで仲良くさせなくていいっていう判断なんですね。で相性的に悪いっていうのをあの Excel のデータでまとめるんですよ。それこそシェフィーに関して言うと、シェフィーとフクロモモンガ5人は全員相性悪いです。あのシェフィーがフクロモモンガを見ると、全員に対して威嚇します。っていう音を出します。で、私の手の上に握られているにもかかわらずテイルアタックをするんですよ。でこの状態でテイルアタックをするってことは、尻尾がこの分かります、下から出てるんですよ、握ってる下からね。でテイルアタックをすると私のこの何腕のところにペチンって当たるんです。痛えなってなるんだけど、だからサバンナモニターは多種族と遊べてもレオパとセーブシシバナヘビとは相性は良さそう。あの子たちは本当に仲がいい。うん。あの最初危険かなっていうのも分かってたので一緒にお風呂はしてなかったんですけども、たまに今一緒にお風呂してるとみんな仲良しで、なんかみんなの上にみんな乗っかるっていうおしくらまんじゅう状態をねよくやってます。爬虫類同士だからっていうのもあるんだと思うんですよね。でシェフィーとロペに関してはお互いをちょっとペロペロその匂いを嗅ぎ合ったりだとかしますね。噛みつくことはしないで、ほんとペロ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 って確認して、でどっちかが嫌がって逃げるとか大暴れするってことはないです。でセーブシシバナヘビのサナちゃんが一番おかしくって、一番頭おかしくて全員に一回巻きついてペロペロってします。うん、軽くあの巻きつくって言ってもがんじがらめとかじゃなくて軽くくっついてペロペロってしてますね。であのペロペロってされるとみんなペロペロって返すっていう感じですね、うちの爬虫類たちは。で沖縄シリケンイモリとサンショウに関してはもうそもそも他と合うタイプの子じゃないから合わせてません。そこはちょっと統計データ上合わせないって書いてます、あのエクセルにね。でロペとルフに関してはルフが結構警戒心強めで爬虫類たちとはうまくいくんですよ、セーブシシバナヘビもサバンナモニターも。でもモモンガの顔を見た時にすげえ表情して、剣幕な表情って言ったらいいのかな、もう目がキリッてしたんですよね。で威嚇しないんだけど口ずっとおっぴろげてて、あーあーってしてて、あ噛む可能性あるぞとっていうところで、ルフはちょっと他の子と会えないです。ロペはあの特定のフクロモモンガちゃんにはすごい有効的ですね。まあ、あとフクロモモンガ側の、対応っていうのもあると思うんですけども、あそんな感じで、フクロモモンガちゃんたちはモモンガちゃんたち同士の中でもこの子とこの子の相性っていうのがあって、ギョロとハロはですね他の子ほぼ全員ダメっす。もうあいつらはあの夫妻だけの世界があります。多分バカップルなんだと思いますね、あの人たちは。あのなのであそこ2人はすごい仲いいんですけども、他の子と会うとですね、ハル君に関してはですね男の子であるハル君をめった打ちに噛みつこうとしたので、危ないってなって、しかもあまり聞いたことのない低音でジョ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 って言っててやばいやばいやばいってなりましたし、ギョロちゃんか、ギョロちゃんはですねハルとウララに対してですね威嚇してましたし、パッチには威嚇の感じはなかったんですけど、それでもちょっと危ないなというところですね。でハルとウララに関してはおそらく兄弟の可能性が出てる子たちなので、仲はいいんだけど本当かやん散歩のみみたいな感じですかね。
万が一子供ができたとして近親相姦っていう状況だと困るので、あのそこはちょっと仲良くても合わせられないかなと。ちょっとお迎え経緯がね、あの捨て子だったっていうところのお迎え経緯になるので、でそれを保護したっていう経緯なので、あのちょっと合わせるのがね、あのもしかしたらっていうところがあるから、顔がそっくりなのよあの子たち、仕草とかも割となんか兄弟っぽいなっていうのもあって、ちょっと合わせるのは怖いなと思って、繁殖はそこはさせないようにと思っております。でパッチちゃんに関しては、パッチに関してはパッチとね、それこそサナに関してはですね、パッチもサナも変、どっちも本当に申し訳ないけど、あのめちゃくちゃ変、二人とも自分は多分人間だと思ってるから、どんな生態でもどんなにジコジコしてくる相手だろうと行こうとするの、遊びに。めっちゃ怒ってんだよハロ君、怒ってるハロ君の下入ってって、ね、仲良くしようよみたいな感じで行くのパッチちゃんね。で、ちなみにサナちゃんも同じで、あのハロ君は噛みつくなと思ってて、あのハロ君と合わせた時やばいと思ったんだけど、あのサナちゃんはハロ君の懐に入って、でハロ君の体をペロペロし始めたから、ちょっとね、なんでペロペロするのかわかんないんだけど、有効の形だと思うんだよね、セーブシシバナヘビのあの動きって。すごいペロペロしながら、あのその体の周りをこう毛づくろいしてるような雰囲気が見れるんだよね。でただあいつら毛づくろいっていう概念がないと思うんだけど、なんかすごいこう友好的に近づいているっていうのがあって、ただ友好的に近づいててもハロ君は多分噛むから危ねえなと思ってすぐ離したんだけど、うん、でギョロちゃんもダメだったし、でもギョロちゃんにも行くのね、セーブシシバナヘビは。でパッチも行くのね。でパッチはウララにも行くし、ハル君にも行くんだけど、ハルとウララはあのパッチはすごい受け入れてた、あの多分 同族っていうところで、でしかも2人ともあのちょっとお姉さんとお兄さんって感じだから、あの可愛い妹が来たよぐらいな感じですね。うららがすっごいあのウェルカムで、この間一緒にちょこっとだけあの上のね、うららのいるケースで遊ばせたけど、あのポーチの中で2人で毛づくろいし合ってました。可愛かったです。ただあのパッちゃんはちょっとこう自分人間だと思ってる節があるから、万が一うららちゃんがね、あの日が経ってて万が一パッちゃんに攻撃というか、攻撃のつもりじゃないにしてもこう強く当たったっていうのがあると、うちのパッちゃん多分ショックには弱いと思うんだよね。だからそのショックを受けると、虚脱っていうのを起こすんだけど、それで息が荒くなったりとかっていうことがあるのね。でギョロメちゃんがね、最初行った時にパッちゃん一世、今いる子じゃない一世がねいて、でそこで入れてる時に喧嘩が起きて、初代パッちゃんは虚脱で亡くなってるんですよ。あのなんか喧嘩してすごいショックを受けたと。で普段攻撃なんてされる子じゃないんですよパッチは。で理由としてはパッチは私が保護に育ててるから、あの他からの外的要因のダメージっていうのを受けたことがほぼほぼないのね。殴られたとかそういうのがないのよ。あのアムロレイみたいなやつだったのね。親父にもぶたれたことないのにみたいな、そんな感じのやつだったの。だから喧嘩して殴られるっていうか、こうガウってやられた時にショックを受けて、ですぐまあ話して、あのちょっと様子おかしかったから、あの話してずっと1時間半ぐらいかな一緒に過ごしたんだけど、なんかそのショック状態がね、あの良くならなくて、肩で息吸う感じ、まあ過呼吸だよね多分人間でいうところのみたいになってて、でミルクも飲まないし、マシュマロも食べないし、フードも食べないしっていう状況になっちゃって、なんだろうなと思って気になって病院に連れてったら、虚脱を起こしてると。で虚脱を起こしてるから筋肉が緩んでて、ちょっとなかなかあの まっすぐ歩けないよっていう話になって、で酸素吸引と点滴をしたのかな、あの時その病院でね。であの少し栄養補給できるようにしましょうって言ったんだけど、あとはもうその子の生命力を信じてあげるしかないって言われちゃって、
でその日1日入院させたんですけれども、結果的には亡くなっちゃったんですよね。そのままちょっと体力が戻ってこれなかったっていうのがあるので、2世もそれがあると怖いから、ちょっと他の子と一緒のケージにするのは、私はもうこの子は転生してきたって思うぐらいの子だから、後々話を聞くとお父さんが一緒だったらしいんですよね。多分一緒だよお父さんはみたいな話になって、でフクロモモンガってなんかお父さんになる子も多いっていろんな友達と話してて聞いて、もしかしたら本当かもと思って、私それでがっつり転生だと思っちゃってるから、で仕草も似てるしね、行動も似てるから。でもこれ飼い主にしか分かんないんですよ、似てるって言ったって。飼い主はね、もうそうにしか見えないので、そうじゃねえだろうって言われても私はそれを信じるので、それを信じた状態でいくと、パッちゃんはちょっと他の子と入れるのはあれかなと、たまに合わせる程度かなと、普段は一匹で飼育していく方がいいんじゃないかなと思ってますね。たまにはまあ蚊帳散歩というか押し入れの散歩で合わせたりしますけども。でパッチもサナも、もう誰だろうと、相手が誰だろうと、相手が敵意むき出しな野郎だろうと、懐に入ってこようとするのね。危ねえよお前らってなるんだけど、だからその懐に入っていこうとして、攻撃的なお相手の場合はもうすぐその時点で合わせるのをやめるんだけど、でそれで統計を取るのね。で統計を取るときにパッチは有効的でもこっちは有効的ではない、攻撃的とかっていう形で書いてて、そんな中たまたまね、お互い有効的でね、お互いを自分自身を人間だと思ってる上に、お互いを有効的にこうやり取りをするのがパッチと、サナです。セーブシシバネヘビとフクロモモンガっていうので、まあ、異種族なんで危険だろうっていうのもね言われそうなんですけれども、ここの2人だけね、おかしい。今はあえてしません、動画上でね、危ないんで、やったとしても動画にはせず、私だけが見て楽しむようにしようと思ってます。ちょっといろいろ言われたこともツイッターの方で言われてたので、ご理解が難しいことだと重々承知しておりますので、はい。なのでそれはちょっと別途、気になる方は、連絡して DM とかで送ってあげるから、ツイッターの。本当に仲いいよ、ただ単に仲いいよこいつら。でこの2匹に関してはね、ちょっと2人ともおかしい。セーブシシバネヘビのサナちゃんに関しては、あれはね、どういう行動か分かんないんだよね。こう鼻先でツン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 するんだよ。でその上舌を出してペロペロペロってするんだけど、あれがセーブシシバネヘビの感情表現のどういう感情なのかっていうのがまだ私の方で理解はできてなくって、でも私が見る限り有効な相手にやっているような気がするんだよね。私の手のひらに対してもやってくるの。手のひらの親指とかにね、こうね、こう親指の付け根とかにこう急に来て、こうヘビちゃんがね、鼻をヒュンヒュンヒュンってやった後に、この辺でペロペロペロ、ヒュンヒュンペロペロペロみたいなことをしてるんだけど、あれがどういう行動なのかっていうのがちょっと解明できてないんですけど、私的にはあれは有効度を示してるんじゃないかと思ってるんですよね。でそれをパッチャにめっちゃやるの、パッチャのお腹に対してやるので、パッチャがそれされると、何ってパッチャはゆっくり見て、 なんだなんか毛づくろいされてんのかなみたいな顔をするの。そしたら毛づくろいしてもらってるからかっていう理由で、フクロモモンガって毛づくろいし返してあげることがあるんだよね。毛づくろいされたからお礼するみたいな感じです。で私も毛づくろいするみたいなやるんだけど、パッちゃんがサナちゃんの毛づくろいするんだけど、サナちゃん毛がないのね。サナちゃん毛がないから、どこやったらいいんだろうっていう、こうペロってやろうとするのに、え、毛がないってなって、で毛づくろいってちょっと歯の先端をね、毛のところに入れて毛をちょっとこう取ってあげるって感じのことをしてるんだよね。まあ多分ブラッシングを歯でやってるんだと思うんだよね、あれって。で歯でちょっと行こうとするんだけど、歯をこの隙間に
毛の隙間に入れるってことができないから、おやおやっていう顔する。それとね、あの歯で行くのやめてね、あの舌でずっとペロペロするので、舌でペロペロされるとね、多分サナちゃんね、ペロペロされるのがこちょばしいんだろうね。あのくね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 して、あのなんかね変な顔するっていうのをね、あの2人でやっております。だからあの1週間で遊んでても、あのそういう風にお互いがお互いになんかやるのはパッチと多分ねサナちゃんだね。ロペはね結構友好的なんだけど、ロペとサナはよく普通になんかペロペロし合ってるんだけど、ロペとパッチはなんかね、パッちゃんが結構ロペ大きいから、ロペはあのトカゲ、あのヒョウモントカゲモドキの中では、レオパではちょっとでっかいから、あのちょっとガシッと掴み気味なんだよね。それとね、爪が食い込みそうだったりするんで、あのそれは傷になるかもしれんからやめてって思って。でヒョウモントカゲモドキって肌がね結構薄いし柔らかいんだよね。だからちょっとギュッてしちゃうから、そこは危ないからあんまり合わせないようにしてるけど、2人とも友好的ではあります。いや多分なんだけど、これは飼ってて皆さんの性格を知ってるからこそできる内容ですね。あと動物の知識だとか、こういう危険性がないだとか、まあそれこそパッちゃんとセーブシシバナヘビに行くと、万が一何か攻撃されたらシシバナが多分あのパッチがあの食べます。すっごい言い方してるけどね、あのおそらくパッチが行く、あの食べるなら、あのサイズ的にね。まあセブシシバナヘビがもうちょっと大きくなっ、いや大きくなってもフクロモモンガのサイズは丸飲みはできん。基本的には丸飲みするタイプだから、あの多分行かないね。うん、ほぼほぼヘビが食われます。まあこれがねボールパイソンとフクロモモンガだったらちょっと大変だと思うんだけど、でもねフクロモモンガと、ボールパイソンでどっちもおとなしい子で、どっちもベタなれ、飼い主との信頼関係もバッチリっていう状況だったらできる人はできると思う。動物の知識もバチクソある人、それこそあの大きい人でいくとムツゴロウさんみたいに動物に対しての愛情が深くて、でどういう生態の状況かっていうのも把握できるタイプだったら、多分1週間で、皆さん危険だ危険だって絶対言うと思うけど、ムツゴロウさんだったら私はできると思う。あの人だったら、というかあの人ね、動物を動物として見てないんだよ。動物を家族だったり人間として見てるから、あのできる内容だから、危険生物同士が一緒にいても仲良くできるっていうのは結構ある話で、例えばノースサファリ札幌だったかな、トラと一緒に犬いるからね、あの犬大丈夫かよってみんな心配すると思うんだけど、本当に信頼関係があるとそういうことができるっていうのもねよくある話だから、ただそれはどれだけその子たちのことを見てあげられるかっていうところで、どこのカフェだったか忘れたけど、どっかのカフェでね、フラミンゴとコールダックと、リクガメと、あれロシアリクガメだったかなと、ボールパイソンと、なあれはど何のあれかな、イグアナだったんだよね、黒系のイグアナで何だったか忘れたけど、とかを同時に遊べるよっていうカフェとかを見てたんだけど、そのカフェの方も喋ってたのが、あここの個体のこの組み合わせだったら遊べますみたいな感じで言ってて、やっぱり動物のこと見てんだなと思って、で動物の性格だとかその子たちの個体のね、個体っていう言い方をするとあれだから、その子のことをねすっごい見てるの。だからその子がどういう性格でどういうことが好きで何をしたいのかっていう、そのなんだろうな、人間として扱ってるからできるんだと思う。で人間として扱っててもそれでもやっぱり荒いやつはいるから、そうなるとそこは荒い子同士合わせると大変だよねみたいなのはあるから、そうだからそういうのもね日々研究ですね。あの私は自分家の子たちで研究してますね。こいつとこいつはなんで仲いいんだろうとか、こいつとこいつはすごい友好的だなとか、さ
最初はいろいろ賛否あったんですけど、それこそエゾサンショウと沖縄シリケンイモリがいることに関しても、まあサンショウが沖縄シリケンイモリにパクッといかれんじゃねえかとって言われてて、まあ理由としては沖縄シリケンイモリがもともとまあオタマジャクシとか食べちゃうタイプなんですよね。でそういうぬるっとしたのを結構余裕でパクッといっちゃうらしくって、なんだろうな、餌として間違ったっていうこともあるって聞いたことがあって、でもうちで飼うときにまずこいつら顔合わせをして、まずお互いが友好的かどうかっていうのもあのプラケースの中でペアリング、あのよく言うフクロモモンガのペアリングと一緒です、2匹合わせてみてどうなのかっていうのを全部見て、で見た上で、あこの子はこんな性格だ、この子はこんな性格だっていうのを見て、実はあのイモリだろうとサンショウだろうとその子たちその子たちにあの好きなこと嫌いなことっていうのもすごいあります。こういうところに行くのが好きで、それの場所にどうしても行こうとするから、でその行こうとする場所が安全であるようにケージとかを作るんだよね。でだからそれに合わせてあのおもちゃの入れ方とかそういうのを変えて、ストレス発散っていう感じで、ストレス発散できない状況だと脱走を試みてみたりだとか変な隙間に入ってみたりだとかするんですよ。だからその危険視をね、危険要素っていうのを排除するためにむしろ好きな場所を知るっていうことをして、好きな場所に合わせて、じゃあ好きな場所にこう行ってもらって安全にっていう風なケージ作りっていうのをしてますね。なのでね、あの上のケージ作りで行くと、うららちゃんってそんなに あのおもちゃで遊ぶのが好きなタイプではないんですよ。でも隠れる場所がたくさん欲しい子なんですよね。なのであそこはポーチ3つ入れてますし、で次にあのハルくんに関してで行くと、あいつ脱走癖があるんですよ、隙間から。だから脱走を考えないぐらい、いろんなおもちゃをあそこは入れてます。でチェーンとかをカミカミするのが好きで、プラス木のおもちゃを噛むのが好きなので、あの床の部分に木のおもちゃを入れて、奥にもはしごを入れて、あそこにも人参みたいなやつ入れて、あの木をそっちに紛れてもらうっていうことをしてます。この子はね、本当にあのケースの中にいて顔を出すっていうのが好きな子なんで。であのギョロとハロに関してはですね、あの物がいっぱいあると苦手らしくって、まあこれでもちょっと物多いっちゃ多いんですけれども、あの本当にここは簡素にしてます。でパッチャなんですけど、パッチャは超好奇心旺盛。パッチャに関してはあのおもちゃをこれでもかっていうぐらい入れないと、とてつもない隙間から脱走を試みようとします。で脱走を考える意図も与えないほどにケージ内で遊んでもらうっていうあのケージ構造になってます。だからもうおもちゃまみれでしょ、いろんなところ見ると。ここはそういう風な作り方になってます。で、あのレオパドがね、それおもちゃで遊ぶっていうのがないんで、本当どちらかというと立体構造しない子は立体構造できないようにしたりだとか、セーブシシバナヘビで行くと意外とシェルターの中に入ってるのが好きだったりとか、何かの上に乗っかるっていうのが好きっぽくって、うちの子は。あとは潜るのも好きかなっていうので、上に乗っかったり、潜ったりできるような構造にしたりだとか、サバンナモニターで行くと、サバンナモニターに関してはあいつらですね、なんかわかんないですけど走るの好きなんですよね、バタ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 って。なんで走れる場所を少し作ってます。ただね、大きくなってくるとこのケージちょっと狭いと思うんで、あの大きくなるにつれてケージの改造はしていきます。あのより大きいケースをね作って、なのであの下一面、そのドラムのさ、そこにマットあるじゃん、あのマットぐらいまでを金網でこう囲って、上だけ開けられる金網みたいのを作って、あのもう奥から手前まで全部もうモニターがね、サバンナモニターが入れて、でなんかこの辺をさ、扉がさガチャンって開けたらさ、外出て遊べるよみたいな環境をね、いつかは作りたい。まあまだこれでいけるからいいんだけど、ただ走るのが好きなんで、多分部屋散歩なんてしたら部屋あっちこっち多分走るよ。うん、まあでもそんな感じでケージを多分構築して作るんじゃないかなと、自作でねやっていくとは思ってます。
まあそんな感じかな。うちはそういう感じで、まあ多種族だったとしても、まあ多種族っていう言い方あれなんですよ。あの見た目違うだけでみんな家族なんで、で私からしたらみんな人間みたいなもんなんですよこいつら。本当にほぼ人間すごく性格に豊か、性格も趣味も思考もっていうのが違うから、もう本当にその子その子に合わせてケージの作り方もするし、その子によっては本当に暑いの苦手な子とか、むしろあったかい方がめちゃめちゃ楽しいんすよみたいな子とかいるから、その温度管理がね逆にめんどくさいんだよね。でそこまで合わせてるから、あのこの温度が好きなのお前みたいな、高くないこの温度みたいなところでもピョン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 飛び放ってね、あの遊んでる子とかもいるから、本当にその子合わせをしてます。なんかねやればやるほど、あそれは好きなんだとか、えそれ嫌いなのとか、え他の服もやるよとかっていうのをよく見てます。押し入れの散歩する時もね、面白いよ、このケースの中でよくここにこの子は行くとか、ここはこいつ嫌いとかで、行くところにあのもうちょっとおもちゃがないと飽きちゃってもういいわって私のところに戻ってきたりだとか、そういうのもあるから、本当にその子その子の性格見ながらケージを作ってますね。あの一応やりやすいようにシンメトリーっぽくしたりしてるんだけど、おもちゃに関してもこのおもちゃはこの子は遊ぶけどこの子は遊ばんとか、ほんとそういうのが多いね。最近ね、フクロモモンガも性格すごいなって、まあフクロモモンガが性格様々なのはね聞いてたし、調べてた時からそうなんだけど、正直ね、レオパもセーブシシバナヘビも三章と今よりはちょっとわかんないな、ごめんなんだけど、あのサバンナモニターとかもめちゃめちゃ性格がある。この子はこういうことが好きだったりこうしたいだとか、餌の食べ方もちょっと独特なやつもいるし、だからね日々観察ですね、その子その子ので。バスキングスポットもこういうタイミングでバスキングしたいやつとかいろんなのがいるから、うん、だからなんか世に言うね飼育の仕方とはうち全然違うと思うんです。あの飼育温度とか飼育のやり方とかは違うと思うんだけど、本当にうちはその子合わせですね。もうその子に合わせて飼育環境を整えていくんで、あの世で言われているやつよりも温度がちょっと高く設定している子とか、あとはあのこの遊び方させてるとか、この餌あげているとか、あとはミルクに関してもそうですね。ミルクの味もその子その子で配分量を変えてます。ちょっと濃いめの子が好きな子もいれば、あの薄いミルクの味しますみたいなミルクが好きな子もいて、ただそれもね、ミルクもなんか私がペロッてしても水じゃねみたいなミルクとかがすごい好きなやつとか、逆にいや濃すぎねこれ逆にっていうミルクを飲みたい子とか、あとミルクの粉だけが実は好きとか、本当にいろいろありますっていうのを、まあ日々やっております。ちょっと1時間ほどね長く喋ってはいるんですけれども、1時間半喋ってんじゃんあのうちのこと私ってこんな感じなんです。でかなり研究して、あのうちの、うん、我が子の研究は欠かさないです。毎日ほぼほぼ動画撮りながら、あの観察日記も私の中で作ってて、でエクセルに今日この子はこんな感じだったとか、あの餌これはそんなに食ってなかったなっていうのを見て、野菜は好きでも、ペレットはちょっと嫌いとか、あと餌の余り具合を見た時に、パウダーの部分だけめっちゃ食ったとか、あとは果物とかもこの果物は美味しく食べていたけど下痢したとか、あとは他何取ってるかな、脱走経路発見とかね、脱走経路発見、脱走の場所の仕方を覚えている、その何脱走の修正をする前にそのまんまにしておいて何回脱走するかとかね、あのもう見ながらやってますね。あの脱走修正をね、あのケージをちょっとより良いものに変える瞬間にちょっと脱走できるままにしておいて、
どういう経路でどれぐらいの回数脱走するかとかも全部私見てますよっていう状況で観察したりっていうのをね見てましたね。すると脱走回数何回、何分ごとにとかっていう統計データが取れたりとかするのでなんかそういうことをやってます。あとはこういう遊びが好きだとか、変な遊び好きなのもいるんですよ。ガチャガチャのカプセル入れてるんですけど、ガチャガチャのカプセルを持ってお腹に乗せるだけっていうね。で仰向けになってお腹にそれを乗せてコロコロしててラッコかよみたいな遊び方するやつとかもいるし、紐をカジカジするんじゃなくて紐をぐるぐる巻きつけるのが好きなやつとかもいるし、なんかね性格が豊かで面白いです。あと逆さでご飯食べるのなんでだろうみたいなのを見たりとか、まあ子たち多分足の方がバランス取りやすいような構造になってるんで、多分逆さにすることによって、バランスを取りながら両手使いながらマシュマロ食べたりだとかペレット食べたりっていうことしてるんだろうなっていうところですね。まあそういうのをね日々観察日記をつけてます。私は今後今日いっぱいね久しぶりに動画を撮ったのもあって長い動画にはなってるんですけれども、今後はそういうなんて言ったらいいんだろうな、この子はこうなのよっていう動画がねちょっと撮れたら撮っていこうかなと思います。ちょっとみんな変です、こいつらその飼い主も含めてね、飼い主の凛と含めてうちの家族は全員ちょっと変です。なんか通常ではねえなって。でも、これを多分いっぱい調べて、いっぱい対応してるからこそ変って感じるだけであって、別に多分普通に生きてる人たちな、人じゃないっちゃ、人じゃないって言うとそうだけど、人たちなんで、多分そういうことだと思ってます。本当に面白い限りですよ。はい。ちょっと、なんか、まとまっちゃいないんだけどね、1時間ほど喋ってるから。なんか、こうやって喋って、やらせていただければなんとなく分かりますよねっていう人も出てきそうなんで、ちょっと今回こんな感じでうちの子と私っていうところでちょっとご理解いただければなと思います。本当様々ですね、うちの子たちと私って。なんか一筋縄じゃいかないっすね。まあ当たり前だと思います。皆さん命だし、で十人十色だし、本当に性格もいっぱいだし、ほんとね動物ちゃんたちがちょっとずつ増えて家族が増えてっていうのを見て、これ以上家族増やそうとちょっとあんまり思ってないけど、まあフクロモモンガちゃんが子供生まれたりとかレオパが子供生まれたりぐらいはあるかもしれないけど、特に新しくどっかでね購入してきたりとかそういうのはちょっと考えてないんで、今考えててもあれかな、ルーセットオコウモリがずっと欲しいっていうところぐらいかな。ルーセットオコウモリはもう小学校2年生ぐらいからずっと欲しいんで、小学校2年生ぐらいの時はインドオコウモリだったけどね、インドオコウモリは今出回ってないのであれなんですけども、ルセットオコウモリがすっごいフルーツバットがね本当に可愛い。コウモリ可愛いんだよ、知ってた？めっちゃ可愛いので、インドオコウモリだった理由が札幌に丸山動物園っていうのがあって、その丸山動物園の展示でいたの。4匹だったかな3匹だったかなを初めて見た時に、コウモリってこんなに可愛いのって。でしかもなんかずっとなんかブドウみたいなの食べてるってなって、可愛いってなって、そっからずっと欲しかったんです。一回ペットショップで見かけて母ちゃんにね欲しいってせがんだことが一回ある気がする。なんか横にシマリス違うリスザルかリスザルとかがいるショップだったけど、欲しいって言って買えるわけないでしょって言われた記憶が、値段も覚えてねえや、多分値段もすごかったんだろうな。今買おうとしてもイベント価格とかでもね10万いくらとかだから、おそらくそれぐらいしちゃうでしょうって考えるとね、ちょっとお迎えはむずいなっていう感じなんですけども、まあそんな感じでいつかはオオコウモリは増えるかも。でも他は増えないかな。今全員幸せそうだし、私も幸せなんで。こんな感じで家族と共に
日々過ごしていきたいと思います。めっちゃ長い動画撮りましたね。はい、めちゃくちゃ長い状況ではあるんですけれども、うちのこと私ってこんな感じなのっていうのをね、久しぶりに動画に撮ってみました。最近こと細かにお話ししてたことなかったんで、ちょっとこと細かにうちのこと私ってどういう経緯でどうやって出会っててっていうのをチラチラと喋らせていただきました。もし今後ねこういう動画を撮るとしたら、本当にこのこと私っていうので撮ると思います。例えばパッちゃんと私、もしくはうららちゃんと私みたいな感じで撮るかもしれないんですけど、そんなん撮ったら1時間半ぐらいもう本当に動画撮れるよ。下手したら2時間とか喋れるもん。それぐらい自信ある。うちの子どれだけ見てることが、お前暇なんだろうって言われたら、暇です。多分うちの子を見るのって忙しい、基本的にはそんな感じ。自分のご飯食うの食う時間を取るぐらいだったら、この子たちのことやります。で、自分のなんか趣味のこととか友達に会ったりとかするんだったら、本当私はうちの子と戯れてる方が好きです。あと仕事をするのかうちの子と戯れるのかって言われたら、うちの子と戯れるって言うし、基本的には何かするんだったらっていう天秤にかけた時の優先順位がほぼ高いから、この子たち細かい様子もねすっごい気になるの。今もねさっきからこいつらの様子が気になるの。下でねちょこちょこずーっと走ってる子がいるんだけど、ほらほら見えるかな、あそこのサバンナモニターね、あれ3人なんだけど、実は今網の上に乗っかって、はい、逆さになりました。はい、でバスキングライトの方に多分歩いていくんだけど、あれもなんで今それをやってるのかなっていうのがすごい気になるんだよね。脱走行動じゃないんだよ。でも上の網に乗っかって、その網に乗っかることが楽しいっていうのと、もしかしたらあのバスキングの行動でお腹を思いっきり温めたいのかなとかっていう行動の謎っていうのがあるんだよね。そこも気になるのよね。でもね、多分あの網からねうまくいけなくてポロンって下に落ちるんだよ。でもなんでああやって網の上に乗っかったりっていう行動原理っていうのが気になるのね。でどうせあの状況から言ってもどこの場所にねガシャガシャ行っても脱走はできないので、それは安心なんですけど、脱走できないように作ってるからね。ほらはい落ちたみたいな感じで、その行動原理っていうところが何をしたいのかっていうのをね、より注意して観察すると、この子たちと、この子たちっていうか我が子と関わる時にしたいこととか何をさせてあげるといいのかっていう幸せの部分が見えてくるんですよ。今ハル君も、ハル君もねこうやって見てるんだけど、ハル君に関しては多分今マシュマロ欲しくすぎてたまんないのよ。もしくはミルクが欲しいのよ。今ミルクのここのところに行って、でこいつちょっと構ってちゃんだから、ね、何してんのってずっと喋ってないで構ってよって感じなんだと思うんだよね。ちょっと一回早い行こうぜみたいな、早てか押し入れで多分ずっと見てるのね。なんか食べたいわけじゃないね。でもね、食べたいんだったら口でガブガブくるもんね。こいつも今何かの表現をしているっていう状態ですね。まあ、表現してない子は今遊びたいとか特にないから寝かしておいてくれって話なんだけど、こうやってね見ていくうちに表現をしてくる子っていうのがいて、一人遊びをしてるんだったらいいんだけど、この子今一人遊びじゃなくて完全にこっち見てるから、何か訴えてるのね。何かをしたいよっていうのを訴えていて、で私たちがこの子たちに寄り添ってあげるっていうところ。君本当に何したいんだ。マシュマロが欲しいんだったらさ、指でしょ。はい、指を置いても来ないの。マシュマロ欲しい時は指噛むから。不思議だね。どうした、何したいの。ああ分かった、もう脱走か。脱走経路を今またあれだね、探し出そうとしてたね。なるほどなるほど、今噛みついたので分かったよ。あなたここから脱走しようとしたんですよ。ここぶっ壊したら脱走できんじゃねえかっていうのを観察してるね。あ、脱走しようとしてたんだ、バレたっていう顔してる。あー、なるほどなるほど、理解したよ。で今ちょこちょこジコジコって言ったけど、多分うるせえよ黙っとけよって、近くで喋んなってことでしょ。あ、寝た。は
はい、まあ、そんな感じでね、こいつらの行動原理っていうのを見ていくと、こいつらを幸せにするためのゴールっていうのが必ず見えてくるはずです。本当もう長く長くめちゃめちゃ喋ってますけれども、それぐらい見てあげると我が子との、行動の仕方っていうのはすごいわかります。で、今多分私はケージから避けたから、ご飯食べれると思って出てきたんでしょ。これね、出てきてるでしょ。 あの子ね、ちょっとね、引っ込み思案なハロ君なんで、ハロ君に関してはちょっとこう離れたタイミングでご飯をねこそっと食べに来て、でも今ご飯に夢中だからどんだけ見られても OK なんだけど、そんな感じでね、こ うちの子たちはそういう感じで、餌欲しい時は餌欲しいアピールするし、マシュマロ欲しい時はマシュマロアピールするし、でもマシュマロアピールの時みたいに、さっきマシュマロアピールかなと思って指やっても指に来なかったでしょ。指に来なかったタイミングでもう分かるんです、マシュマロではない、でも何かアピールをしてる、何かをしたい、何かをやろうっていう風なアピールっていうのを細かくこの子たちってサインを送ってくれるんですよ。なのでそのサインがさっきので、でさっきのサインは下のところのケージを噛みついて上に引っ張ろうとしたので、あいつは今脱走、こっから外に出てえぞっていうアピールをしました。ほんとそんな感じでうちの子たちを見ます。お前あれか、バスキングの場所をうまくやろうと思ってたんだけど、お腹温めるときにその上のバスキングのライトに当ててみたらどうかなと思って上行った、もしかして。でバスキングのライトそんなことしなくても実はこの石あったけえじゃんって言ってそこにいる、めっちゃ落ち着いてるじゃん。あんたお腹温めたかったんだね。だから裏返しになってその上の部分のねバスキングライトでお腹温めようとしたのか。そんな摩訶不思議なさバスキングしなくていいよ。みんなそんな感じだね。でサナッチは今あれなんだな、今こっちの右側にいるということは下にパネルヒーターここら辺まで引いてるんだけど、ちょっと暑いんだな、だからこっち側にいるっていう感じで、うん、まあそんな感じで日々私は自分家の子たちのね行動っていうのと細かいのをねデータ取ってます。で今取れたデータがねいくつかあるので、バスキングのところで腹温めようとしてたのは何だったのかとか、あいつのそのマシュマロ食べないで何かを狙ってるぞっていうのもね、脱走を狙ってたっていうのが見えたんで、そういうのはちょっと後でエクセルにデータとして残しておこうかなと思います。はい、もう長々とお話ししてるんですけれども、我が家のね飼育環境および我が子と、私の対応っていうのはこんな感じだよっていうのをちょっと動画にさせていただきました。まあ、今後はねこういう長い動画ではなくて、本当サクッと可愛い動画、あとは飼育の餌やりだったりとかそういう部分のね、あとは飼育の役に立ちそうな動画っていうところはね出していこうかなと思ってます。ちょっと久しぶりに動画を撮ったので、もうなんて長になってるんですけれども、ぜひともまた今後も動画見ていただけますと幸いです。久しぶりに動画を撮って締め方を忘れたぞ。よろしければ、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、Twitter ちょっとごめんなさい、今書き上がりになってますけれども、Twitter のフォローも全然 OK です。あと、Instagram。ちょっとこの間バズった TikTok、TikTok のこの間のバズった動画は、概要欄に貼っておきます。TikTok、よろしければそういう他の SNS もね、フォローいただけますと幸いです。よろしければ次回の動画でまたお会いいたしましょう。ということで以上、ピントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。